もよく練習しましたね。それではいただくとしましょう。おいしい。よかった。まさかこいつが紛れ込んでいるなんて。キノコ嫌いなんですか？大嫌いですよ。だって木から生えてるじゃないですか。つまりこれって木じゃないですか。僕は木を食べる習慣は持ち合わせていません。好き嫌いしたら魔女にはなれませんよ。え？魔女見習いになりたいのでしたら、嫌いな食べ物など我慢できるくらいの器量がないとダメです。マジですか？マジです。ですからこれも修行だと思って食べてください。あ、ちょっ地獄だ。